では、試合について話します。はい、こんにちは、フェニックスの本木です。はい、本日は、波動ビギナーズカップシャープ4の模様を、ソクラシコ横浜館内よりお届けします。早速開会式始まっております。ビギナーズカップシャープ4はですね、昨年行われました波動ワールドカップ2017と、この春に行われました波動スプリングカップ2018に出場したことのないプレイヤーのみが出場できるという大会になってます。本日も12組のプレイヤーにお集まりいただいて、2on2の形式で、ナンバーワンを決めるという大会になってます。はい、こちらが、本日の対戦表になっております。第1ブロック、第2ブロックそれぞれですね、6組ずつ分かれて、各ブロック、リーグ戦総当たりを行います。各ブロック上位2組が決勝トーナメントへ進出するという形になってます。注目はですね、第2ブロックですね、アヤマンジャパンチームに今回は出場していただいております。なんかビレックスで練習積んでるようなんで、どういう戦いにしてくれるのか非常に楽しみですね。さあ、ビギナーズカップシャープ4初戦ですね。第1ブロック第1試合、レッドサイドがペンギン組、ブルーサイドがアレックスという試合になっております。もうアレックスはですね、まあ、今大会も優勝候補でしょう。ビギナーズカップのですね、シャープ3では、ビレックスゲームズという名称でしたが、見事優勝しておりますし、先日のアドバンスカップでも優勝を決めているので、まあ、もはやビギナーズではないですね。かなりビギナーズ嵐になってますけど、そんなチームですね。さあ、アヒル組いただきますね。ペンギン組がどういう戦いをアレックス相手に見せるのか。さあ、試合始まっております。さあ、シールド、シャー選手が非常にシールド熱いですね。さあ、そのシールド、熱いシールドをうまく使って1点先取しましたが、さあ、両チーム1点取り合って2対1。さあ、後半はやはりアレックス、シールド割ってから多分強いと思うので、この序盤どれだけ点を点差広げられるかですね、ペンギン組の方は。さあ、残り40秒後半戦ですが、さあ、まだシールド残してますね。シールドの耐久度もまだまだ高い状態ですね。さあ、ただ追いついてきますね。残り30秒。さあ、セメ選手横から狙ってるので、そこをしっかりと逆サイドから狙っていきたいところですが、さあ、未だ1点差。さあ、いいですね。優勝候補アレックスに対して非常にペンギン組いい戦いしてますが、さあ、ここからですね、残り10秒耐えられるか。さあ、ここから残りどれだけ耐えられるかですね。さあ、取った。さあ、惜しいですね。ここで最後逆転。いやー、非常にペンギン組いい作戦だったんですけどもね、惜しくもですね。ありがとうございます。あ、いい戦いでした。さあ、次の試合はですね、第2ブロックの第1試合ですね。レッドサイドの方が、レジェネス、ブルーサイドの方が昆虫採集というチームですね。さあ、昆虫採集の方はカブトムシ選手とカナカナ選手というペアですね。さあ、始まりました。さあ、やはり強いですね。今週最初のカブトミ選手は、ビギナーズカップシャープ2の、ソロ大会の優勝者ですね。レジネスの方も、先日のビギナーズカップの活躍するチームですね。
さあ、このまま気持ちでられるかにしようか、狙いの高いよ。さあ、6対4。さあ、いいですね、レジェンスの方も。非常に動きもいいですし、柳選手のシールドが非常にいいので、チームプレーとしていい作戦が取れてますね。さあ、点数は取っていいから、すぐ取られてしまう。さあ残りが20秒というところで点差は1点差まで詰めてきました。さあ今週最初の方、1点取ることができるでしょうか。さあ残り10秒、ああいいですね、レゼンスが最後点重ねてきますね。さあここで試合終了、11対7でレゼンスが勝利です。こちらのレッテレンスの試合です。ありがとうございます。両チームともにね、よろしくお願いします。はい、ではただいまより36秒即開始です。さあ次の戦いはですね、出ましたね、実況永瀬のチームカミュカミュカミュファクター VS ブルーサイドが、チーム板金保証。さあ始まります。レッドサイドがカミカミカミファクター、略してカミファク、バザス、板金保証。さあカミファクの方はいいですね、両方とも2人ともシールドを張ってまずチャージという作戦でしょうか。さあ点取っていきますね、2対0。さあ、3対0ですね。さあ、やはり、マミファクの方が点差広げていきますね。さあ、ただ、板金保証の方もちゃんと1点取られてますし、ステータスも3-3-3-1と、あんまり、まだ多分初心者だとは思うんですが、しっかりと対策を考えて試合に臨んでいる印象ですね。さあ点差は広がりますね、8対1残り10秒。さあ板金保証の方もですね、次の試合に向けて、徐々に慣れていってですね、いただきたいと思いますので、もう1点2点取っておきたいところですね。さあやはり強いですね、パミファク。さあここで終了、13対1で、パミファクターの勝利です。パミファクの勝利です。おめでとうございます。いや強かったですね、イートルと早間ジャパンです。さあ、次の戦いはですね、次登場してきますね、早間ジャパン、対するレッドサイドはミニトールという戦いです。いきますよ、ハローファイト。さあ始まりました。あっと早速、さあやはりミニトールの方は両者のタッチですね、先制点取ってきました。さあただ、アヤマンジャパンチームもですね、非常にリラックスで練習してきたと。落ち着いてください。という話も聞いてますね。さあどういう戦いしてくれるんでしょうか。さあただやはりミニットの方もですね、前回ビギナーズカップでも好成績を収めてますので。さあ6対0と今だと寒いよ、さあジョブサル選手、もうようやくシールド出してきましたね、シールド4に振ってたんですけども、さあただすぐ壊されてしまいましたね。せめて1ポイント取っておきたいところ。さあ止めるのでしょうか、残り20秒。さあ残り20秒。さあ依然9秒、さあもう1ポイント取りましたね、10対1。さあもう1点取れるでしょうか。残り10秒です。さあシールドここで出してきました。しかしここに出してもそんな意味がないんじゃないでしょうか。
はい、容赦ないですね。リトルホが、11対1で勝利しました。ありがとうございます。さあ次の試合はですね、第1ブロックの第3試合です。レッドサイドが獣侍、ブルーサイドが糸和。さあ糸和の方もですね、もう毎回ビギナーズカップ、アドバンスカップ出場いただいておりますね。ただまだ最高位が多分3位ですかね。まずは決勝トーナメント進出、そして、狙うは優勝と、はい、というところでしょうか。あ、初戦ですね、獣侍相手に勝利を収めることができるでしょうか。さあ始まります、獣侍。はい、糸和です。ハロ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 。さあ先制点どちらでしょうか。ステータスは全員3-3-3-1ですね。まあ、今一番トレンドというかバランス取れたステータス3-3-3-1で、4人とも選んできますけれども、さあ先制点追加点取っているのは糸和ですね。3点差。さあ獣侍の方もですね、非常に、ビギナーズカップの方もですね、進出、使用していただいているチームですので、肌のことはしっかりと練習をしてきているチームだと思いますが、さあここで1点取りました、獣侍。さあただ点差は5点差ですね。残り25秒。さあやはり獣侍の方ももうちょっとやはり足使っていかないとやはり的にはなってしまいますよね。残り10秒で5点差。伊藤としては接戦と考えるともうちょっと取っておきたいところだったでしょうか。ここで終了、4-11で伊藤が勝利です。さあ次の戦いはですね、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがブラザーという戦いです。さあレッドサイドマックスファクターはもう常連チームですね。さあ対するブルーサイドはですね、ブラザーというチームですが、先日のビギナーズカップの 2on2 大会ではですね、デュオというチーム名で参加していただいているチームですね。さあ始まります。スペースファクター対デュオという戦いです。失礼します、デュオじゃないです、ブラザーに名前変わってますので、ブラザーですね。さあ、マックスファクターの方は翔吾選手ですね。プレイヤー3番の翔吾選手が2-2-2-4とシールドに振ってますね。ブラザーの方は、2人とも3-3-3-1となってますが、さあやはりシールドの分厚さを利用して点差は点を取っていきますね。マックスファクターの方ですね、2-1。ただブラザーの方もですね、まあ、前回大会で、最後すごくいい戦いで勝利しますので、かなり力つけてきているペアだと思うんで、やはりいい戦いしますね。さあ点差は3-2で1点差。さあシールド割ってからですね、ブラザーの方もかなり点差して締めることができるんじゃないでしょうか。さあそのためにもシールド割りたいですね、翔吾選手の。さあ家子選手非常に避けるのもうまいんで、やはり翔吾選手シールドがずっと残ってしまっていたら、さあここで集中攻撃ですね。さあいきなりいい試合展開できますね、ブラザー。さあ始まります。さあやはりシールドまで残っている、レッドサイド、さ
ったのはマックスファクターですね。やはり最後シールドをうまく使っていったマックスファクターの勝利、やはりオーバータイムマッチに関しても、まあ、試合運びのうまさみたいなところが出たと思います。さあ次の戦いは第1ブロックの第4試合ですね。レッドサイドペンギン組、ブルーサイドが、元金保証。さあ間もなく始まります。元金保証の方は小田原のチームですね。小田原長男図より、2人選手として出場していただいたようです。さあ始まりました、ペンギン組 VS 元金保証。さあやはりそうですね、元金保証の方、まあ、もちろん初心者なんだとは思うんですが、しっかりと波動のことを理解しているなという初戦の戦い方だったので、まあ、やはり小田原翔太というところだったんですね。さあただ点追加しているのはペンギン組の方ですね。さあペンギン組の方も、まあ、波動組、カジル組と一緒に非常に練習量多いチームなので、やはりその練習がこの結果に表れているといったところでしょうか。さあ8対1、点差は7点差。さあ残り時間20秒です。さあ非常に翔選手初 KO と多く点取ってますね。さあ点差は広がって、ここで終了です。さあ15対3でペンギン組の勝利です。さあ翔選手のパフォーマンスポイント非常に高いですね。1万点超え、ヒットレートも 50% 以上と、大活躍ですね。さあ次の戦いは、レジェネンス対アヤマンジャパンという戦いです。アヤマンジャパンと握手するとね、なんかいつもと違うのやられるよ。さあそれでは試合を始めていきましょう。さあ試合開始です。レジェネンス対アヤマンジャパン。さあいきなり2人とって先制攻撃をアヤマンジャパンの2人に繰り広げてきましたね。さあそうですね、いいですね。サムギョプサルバルさんのパラメーターが1144と、そうですね、シールドしっかり貼って、まあ、その間に山田真子選手が点を取っていきたいという作戦ですね。さあただ点差は5対1。さあ残り40秒というところで後半戦です。さあいいですね、チャンピオンスタル山田選手シールド、これは最後ですね。最後のシールド、さあ残り時間20秒。さあもうシールド壊されてしまいましたが、さあ頑張った後1点、そして2人、さあ2人揃って KO になってしまいましたね。さあ点差は広がって、ここで終了ですね。14対3でレジェンスの勝利となります。レジェンスの勝利です。おめでとうございます。対決を始めたいと思います。両チームともに次の試合はですね、ニトワズ対アレックスという試合です。さあ始まります。ニトワズ対アレックス、参ります。ハードをバイバイ。さあ糸は3の選手がシールドを展開していく展開ですが、ステータスは全員3-3-3-1という形ですね。さあやはり、同じ、まあ、作戦というかパラメーターでアレックス相手にどういう展開を
で、決めてほしい人はどこですか。打点は2対4で2点差。さあ残り40秒後半戦というところで点は未だ2点差ですね、2対4。さあシールドをうまく展開して、守りながら攻撃していく意図に対してアレックスの方はあまりシールドは展開せず攻撃をしていく展開でしまった。点差詰まってますね、4対5、1点差。さあ、久我選手はもうシールドないですね。さあ、後半さあ、1点差を追いつくことができるでしょうか、ひとまず。さあ、取れるか。さあ、惜しい、惜しいですね、ひとまず。かなりアレックス相手に追い詰めたんですが、惜しくも1点差で、5対6でアレックスの勝利です。アレックスの勝利、どうもありがとうございます。さあ次はですね、第2ブロック第5試合ですね。レッドサイドが、ブラザー、ブルーサイドが、昆虫採集という試合です。さあ昆虫採集の方は、本日の大会前にですね練習をしてから戻ってきているというかなり本気度が見えるんですけど、初戦惜しくもプレゼンス相手に負けてしまったので、もうこれ以上ちょっと落とすと決勝進出危ぶまれるところでしょうか。さあただ対するブラザーも非常に強いので、さあどういう試合になるでしょうか。さあブラザー対昆虫採集、試合開始です。さあ先制点は昆虫採集。さあ2点リードしてますね。さあ点差は全員3対3。さあここで1点返す。さあさあここで追いつきましたね、2対2。さあブラザーの方はシールドは使ってこないですね。さあ残り40秒、未だ3対3。さあ次の1点取ったのはさあブラザーズに近づく、返しますね、4対4。さあ逆転、昆虫採集が最後1点差。さあブラザー追いつくことができるか。さあ残り20秒。さあここで返す。さあ6対6、同点。さあ、ね、ブラザーの方もシールドを展開していきますが、さあ残り10秒来たところで1点差ですね。さあブラザー追いつくことができるか。さあ追いついた。さあシールドを展開して、さあところでドローですね。さあブラザーは2戦連続ドローとオーバータイパスというところですが、さあ次1点取りたい。さあいいですね、ブラザーの方もしっかりシールドを展開していますが、さあ昆虫採集のシールドも熱いですね。さあシールドを割られた瞬間ですね、次の一球がですね入ってしまった感じですね。7対8でこの接戦制したのは昆虫採集です。さあ次の試合は、レッドサイドが、パミュカミュカミュカプサー VS ブルーサイド獣侍ですね。先日のビギナーズカップ 2-on-2 大会は、パミュカミュカミュカプサーは、中地選手と翔吾選手という組み合わせだったんですが、今回は変えてきてますね。中地選手と神さん選手というペアですね。それでは行きましょう。さあマックスファクター対獣侍、はい、試合開始です。さあ先制攻撃、中地選手が1球目攻撃してきましたね。さあただ4枚抜きされてしまいましたね。先制選手したのは獣侍。
さあ、畑本選手のスピードが非常に熱いですね。1135、牧選手が3331というスピードを出しているので、スピードを隠れながら落ち着いて攻撃を当てていこうという作戦ですか。さあ、点は1対1。さあ、シールドだが割られてしまいますね。さあ、非常にシールドに対する対応も、カメハクの方はしっかりとできてますね。さあ、畑本選手、最後のシールド。さあ、中地選手がチャージ4なので、中地選手がシールドをしっかり対応していくという作戦でしょうか。さあ、ただ、さあ、1点リードしているのは、ここで追いつきましたね。3対3、同点。さあ、後半、畑本選手のシールドがない中で、獣侍が、粘ることができるか。さあ、ただ残り10秒というところで点を重ねてきますね。やはり神学校シールドがなかったらやはり強いですね。さあ、点差はこのまま7対3で神学校の勝利ですね。神学校の勝利ですね。では、レッドサイドのミートール VS ミニサイド。さあ、次の試合ですが、ミートール、はい、マックスファクターという試合です。お願いします。30秒計測開始です。レッドサイドのミートールの方はですね、チーム花より酒より、コーチャー選手と、ミキティ選手のペアですね。まあ、先日のビギナーズカップ 2on2 大会にも、使用していただいて、本当にいい戦い多かったんで、今大会もですね、決勝トーナメント進出かなり有力候補ではないでしょうか。対するマックスファクターの方もですね、非常に強いので、この一戦非常に見応えがあると思います。さあ、始まります。ミニトール対マックスファクター。さあ、非常にゆっくりした立ち上がりですが、マックスファクターの方が2人とも3-3-2-2ですね。ややシールドにも2人とも振った、ちょっとあまり今までないパターンですね。さあ、ただ序盤はシールドを温存していってますね、マックスファクターの方。さあ、3対1。さあ、ここでイエモン選手が出してきますね、1枚目シールド。さあ、翔吾選手も両サイドに展開。さあ、ここから差を詰めて逆転をしていくところでしょうか。さあ、やはり3対4、1点差、逆転に成功したマックスファクター。さあ、花より先としては、すみません、ミニットールですね。ミニットールとしては、シールドをしっかり対処していかないと球が通りませんので、後半戦に向けて、シールド対応というところをしっかりやっていく。残り10秒に勝ちたいですね。さあ、点は3点差。さあ、4点差まで広がる。さあ、なかなかこの点差埋めるのは厳しいか。さあ、ここで終了。さあ、4対8、レッドサイドのマックスファクターが勝利です。さあ、次の戦いはですね、第1ブロックの第7試合です。ペンギン組バーサスイトワーズ。両チームとも今戦いが3試合目ですね。両チームとも今まで1勝1敗でこの戦いを迎えています。はい、それでは試合の方を始めていきたいと思います。行きましょう。さあ、始まります。ペンギン組 VS イトワーズ。それでは行きます。試合開始です。さあ、両チームともシールド展開していきますね。さあ、パラメーターの方はシャア選手がシールドに2-3-3-2と、一方サウノ選手の方が2-3-4-1とややチャージ多めのパラメーター振りですね。さあ、点数はここで2点1に追加して3対1。さあ、4対1、3点差でペンギン組が現在リードしております。さあ、ここで
さにポイントを取られていまして、さあ伊藤としては後半残り40秒というところで、もうこれ以上離されたくはないですね。さあシールドをうまく展開しながら攻撃していきます。伊藤はさあ翔選手ヒットストレートが高いですね。 38% 以上というところで、まあ、KO も4つ奪ってますね。さあ3点差、伊藤はどういうことができるか。さあ残り10秒。さあやはりペンギン組動きいいですね。左右にフットワーク軽い。さあ残り2点差、さあ追いつくか。さあ追いつけず、ここで試合終了。8対6でペンギン組の勝利です。さあ次も楽しみの一戦ですね。レッドサイドがレジネンス、ブルーサイドがブラザーという戦いです。ここまでレジネンスの方は2勝0敗、対するブラザーの方は0勝2敗ではあるんですけども、どちらともですね、マックスファクター昆虫採集という強いチーム相手にオーバータイムマッチで惜しくも負けるというここまでですので、まあ、2敗はしているんですけども非常に内容はいいので、現在2勝のレジェネス相手にいい試合見せてくれるんじゃないでしょうか。さあ始まります。レジェネス対ブラザー。さあ五十嵐選手先制攻撃を仕掛けてきますが、しっかりとかわしてますね、ブラザーの方。さあブラザーは全員2人とも3-3-3-1。レジェネスは3-2-4-1と3-4-2-1と、ちょっと変化をつけてきてますね。さあ点は2-1、1点差。さあブラザーの方はシールドを避けながら打とうとしてますけども、まあ、やはり後半戦考えるとやはりシールドは割っておきたいですね。さあ点差は5-2。さあ4枚で来て判定差6対3、3点差。さあ点差広がってきてしまいますね。やはりレジェネスは強いですね。さあ点差広がってしまいますね。さあ6点差、7点差。さあレジェネスはちょっと戦い方を変えてきてるんですけども、非常にうまいですね。柳選手が非常に1669ポイントと活躍してますね。さあ13対4でレジェンスの勝利です。それではネットサイト客の前回 VS ブルーサイドランキング賞の試合を始めたいと思います。さあ次の試合はネットサイドが獣侍、ブルーサイドがランキング補償と戦いです。さあどちらも現在、0勝2敗という形ですので、初勝利を挙げるのはどちらのチームなんでしょうか。獣侍 VS ランキン保証、試合開始です。さあ両チームとも1枚ずつシールドありますね。さあプレイヤー6番、トラックさんですかね、がシールド3に振ってますね。さあ2枚目のシールドを貼っていきます。さあ点数未だ入らずですね。シールドをうまく使えてる形でしょうか。さあ1点取ったのは獣侍。さあ残り後半40秒というところで、さあ次の1点どちら入るでしょうか。さあランキング保証が1点返しますが、すぐ獣侍が1点取り返すと、まだ1点差の試合展開ですね。非常にロースコアな試合展開ですが、さあ追いつきましたね、ランキング保証の方が。さあ残り20秒。
さあ獣侍1点リードで迎えてますね。さあシールドをうまく使いながら最後逃げ切ることができるでしょうか。さあ1点追加。さあただまだいけますよ、頑張ってほしいですね。さあただここで試合終了、6対3で獣侍が勝利です。さあ次の戦いですが、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがアヤマンジャパン。さあ今大会アヤマンジャパンチームが参戦いただいてますが、かなり厳しいブロックに打ち込まれた感じですね。非常に強豪が揃っているこのブロックなので、なかなか勝利難しいと思いますが、この試合も頑張ってほしいですね。さあマックスファクター対アヤマンジャパン、さあ試合開始です。さあいいですね、タムキョプタル和田選手しっかりシールドやってきますが、これも分厚そうですね。さあ1144というステータス。さあ今まで通りこれは結構作戦を練って、このパラメーターでいこうと2人でずっと多分決めたパラメーターなんでしょうね。さあただうまいですね、マックスファクター2人揃って4枚抜きをやると、かなり強いですねマックスファクター今のは。さあ1点取れるでしょうか。かなりシールドで守りながら冷静に攻撃をしていますね、マックスファクターの方は。さあ13対0。さあ1点取ることできるでしょうか、アイマンジャパン。はいですね、たまたま子選手の攻撃をなんとか通したい。さあタムヨプサル和田選手のシールドの後ろに隠れて、たまたま子選手1点取ってほしい。さあ取れるか、あー取れず惜しいですね。さあ17対0でマックスファクターの勝利です。さあマックスファクターも容赦がないですね。さあここで対戦表を見てみましょう。第1ブロック、現在1位がですね2勝0敗パミュパミュパミュファクターで、2位がペンギン組の2勝1敗で、3位がアレックスの2勝0敗と、ちょっと試合差の関係でちょっと順位分かりづらくなってるんですけども、次の戦いが、現在1位のパミファクト、同じく2勝0敗で並ぶ、3位のアレックスという戦いになります。さあレッドサイド、パミタミファクト VS ブルーサイドアレックス、両チームともに、ここまで2勝0敗同士という負けなしの対決です。さあこちらの勝負に勝ったチームが決勝トーナメントへ大きく前進という形になるでしょうか。さあパミューパミューパミューファクター対アレックス、試合開始です。さあ永瀬選手が試合でシールドを展開していきますね。さあカンタン選手、カンタン選手シールド厚いですね。1-1-5、中井選手も5ですね。これはかなり挑戦的なパラメータですね。さあただ割るの早いですね、アレックスの方もしっかりと球数出してシールド壊してます。さあこのファミファクの方でこの攻撃力で点取ることできますかね。1-3と1-3-1という状態ですが、さあなかなかアレックス相手にあのパラメータで3点取るのは難しいと思いますが、さあ残り20秒、さあ点取ることができるでしょうか。
や、アレックスの人やはり避けるのが嫌ですね。さあ、10秒。さあ、やはりスピード1ではアレックスの2人を捉えることは難しいですね。さあ、1対6でアレックスの勝利です。さあ、第2ブロックの方も、対戦表を見てみましょう。現在1位が、3勝0敗でレジネス、2位がこちらも3勝0敗ですね、マックスファクター。で3位4位につけているのが、次の対戦をする、ミニットールと昆虫最終で、1勝1敗同士という形です。はい、それではレッドサイドミニットール VS ブルーサイド昆虫最終の試合ですよ。はい、昆虫最終のお願いします。はい、じゃあ最終の試合です。さあ、どちらも1勝1敗同士、決勝トーナメント進出に向けてはこれはもうどちらも落とせない一戦です。カブトムシ選手のプレイヤーネーム、両サイドの矢印がこの間まで下がってたんですけど、今日は上がってますね。これは何を表しているんですかね。これ調子でしょうかね。だとしたら非常に期待できる一戦ですが、サミニトール対昆虫最終。さあ、パラメータは全員3331ですね。さあ、先制点は昆虫最終。さあ、先制点をしっかりシールドを張って攻撃しますが、さあ、ここで追いつきます。ミニトール、さあ、逆転したのはミニトールですね。さあ、2対1。さあ、非常に球数はしっかり出てるんですけども、ロースコアの展開ですね。全員しっかりと、避けるということができるということでしょうか。さあ、3対1。さあ、1点差まで、さあ、追いついた。さあ、3対3、残り10秒。さあ、次1点入るのはどっちか。さあ、ミニトール1点取った。さあ、残り10秒。さあ、昆虫最初追いつくことができるか。さあ、1点取り合って5対4。さあ、1点取ることはできるか。さあ、粘り切った。勝利したのは5対4でミニトールです。さあ、続きまして、第1ブロックの第10試合です。レッドサイドがペンギン組、ブルーサイドが獣侍という戦いです。さあ、試合が始まります。ペンギン組 VS 獣侍。さあ、いきなり4枚抜きですね。小選手先制攻撃が見事に決まりました。さあ、2点連取ですね。2対0。ああ、うまいですね、翔選手が。非常に片棒選手の動きをしっかり読んで攻撃を仕掛けていってますね。さあ、4対0。さあ、ちょっと片棒選手が狙われてしまってますね。動きをちょっとパターン変えていきたいところですね。さあ、点数は7対1、6点差。シャー選手は落ち着いて、シールドを貼って、さあ、シャー選手のシールドがなかなか壊れないですね、そのまま続けてますが。さあ、うまいですね、ペンギン組の方も。さあ、残り10秒切った。さあ、残り10秒切って11対1。さあ、最後点を重ねて12対1でペンギン組が勝利です。さあ、次は注目の一戦ですね。
第2ブロック第10試合、はい、じゃあ両チームレジェネス対マックスファクターという試合です。はい、それでは30秒。さあ、この戦いどちらもですね、3勝0敗同士でここまで来てますね。おそらくこちらの試合に勝利した方が、もう決勝トーナメントは決める形になると思います。参りましょう。さあ、レジェネス対ファクター、行きましょう。なるほど。さあ、注目の一戦スタートです。さあ、先制点取るのはどちらでしょうか。さあ、ヤナ選手シールド、あ、今回3ですね。さあ、ファクターの方が2332と3322というシールド2が2人という、先ほど勝利した戦い方でしょうか。さあ、点取っているのはマックファクター1点リード。さあ、追いついて1対1ですか。そうですね、これ五十嵐選手の攻撃が非常に重要になってくる試合展開ですね。さあ、矢田選手シールド展開できた間にいかに五十嵐選手が点を取れるか。矢田選手としては相手のシールドを破壊注力していきたいところですが、さあ、点数は3対2、さあ1点差。さあ、マックスカッターもシールドはない。さあ、次の1点どっちに入るか。さあ、1点取ったのはレジェネス。さあ、追いつくか。さあ、これで試合終了。さあ、4対3でこの試合制したのはレジェネスです。さあ、非常に見応える戦いでした。さあ、次の試合はカミューファク対イトワズです。はい、じゃあ行くよ。さあ、カミューファク対イトワズ、試合開始です。さあ、両チームともシールドを展開しながらのスタートですが、さあ、先制点取ったのはイトワズ。さあ、1点取って追いつきます。サビハクの方ですが、さあ、点数は3点差1対4。さあ、上さん選手だけ4321、残りの選手は3331となっておりますが、さあ、ちょっと通信に詰まりがあって、まあ、一気に試合が進む展開になってしまってますが、さあ、上さん追いついてきますね。さあ、4対61点差。さあ、立ち上がり狙われてしまいましたね、中西選手。さあ、糸はここまでいい試合運びですね。上坂相手に大量リードで勝利です。4対10で糸はの勝利です。4対10で糸はの勝利です。おめでとうございます。さあ、次の試合がニトル対ブラザーという試合です。さあ、現在ミニトールの方は2勝1敗で3位につけてますので、決勝トーナメント進出に向けてこの試合はちょっと落とせない一戦です。対するブラザーの方もですね、非常にいい試合をしながらも惜しくも負けて、現在0勝3敗ですので、1勝をかけて、さあ、それでは試合を始めていきましょう。いい試合をしてほしいと思います。さあ、始まります。ニトール対ブラザー。さあ、非常にニャンコ選手が狙われている形ですかね。さあ、先制点取っているのは
ミートル。さあ、ただすぐ返しますね。ブラザーの方もいいですね。さあ、2対1、さあ、ここでまたボヤ追いついて2対2。ただ、あ、そうですね、すぐ取っては取り返しという展開ですね。さあ、両チーム徐々にシールドを展開しながらの戦いやってますが、さあ、ブラザーここで1点リードしましたね。さあ、非常に接戦ですね。さあ、4対6、2点差、ブラザーリード。さあ、ブラザーがミニストール相手に初勝利を収めることができるでしょうか。さあ、6対6、並んだ。さあ、逆転はミニストール。さあ、ブラザー追いつくことができるか。さあ、取ってまたもやオーバータイムなのか。おっと、逆転。さあ、一気に逆転。さあ、ここで試合終了。さあ、熱戦ですね。すごいいい戦い制しました。ブラザーが7対8で勝利です。さあ、ブラザー初勝利ですね、本日。素晴らしい戦いでした。さあ、次の試合です。レッドサイド、元金保証対ブルーサード、ブルーサイド、アレックスという試合です。はい、それでは試合の方始めていきましょう。さあ、元金保証対アレックス、試合開始です。さあ、どういうパラメーターなんでしょうか。さあ、生命選手が3-3-2-2、有利選手が2-3-4-1、いつもの3-3-3-1からは変えてきてますね。さあ、点差は1対3で2点差。さあ、いいですね、ガンキオさんもしっかり1点取ってきてますか。さあ、これ以上点差離されず食らいついていくことはできるでしょうか。さあ、4点差で残り30秒というところで、さあ、最後の20秒。さあ、アレックスの方、ここからさらに最後させていくんでしょうか。やはり最後攻めていきますね。さあ、ここで試合終了。さあ、5対12でアレックスの勝利です。さあ、続いての戦いはレッドサイド、フェアマンズジャパン、ブルーサイド、昆虫採集という戦いです。試合を始めます。ルーチューともにでよろしくお願いします。警戒して。さあ、それでは試合の方始めましょう。いきます。始まります。アヤマンジャパン対昆虫採集。さあ、いきなりカナカナ選手の4枚抜きからスタートです、ね、さあ、やはり容赦ないですね、昆虫採集の方。はい、すでに4対0。さあ、1点取りました。いいですね。さあ、ウギョブスが上がっていく。さあ、キャー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 言ってますけども、さあ、頑張ってほしい。さあ、いいですね、キャーキャー言いながらも前に出て戦えてますね。さあ、得点は2対11。さあ、うまいですね、カブトム選手も。4枚抜きの精度が高いですね。
さあ点差はどんどん広がって12点差さあ、あと1点取れるか、あーここで試合終了、2対15で本日最初の勝利です。ちょっと気になりたんですけど、さあここで対戦表を見てみましょう。全チーム残り1試合を残したところですが、現在第1ブロック1位がアレックス、4勝0敗ですね。2位が、ペンギン組の3勝1敗、3位がリトワズで同じ、いやこちらが2勝2敗ですね。4位が、パミュパミュパミュファクターの2勝2敗という形で、アレックスの方はもうすでに決勝トーナメント進出を決めてますね。2位のボーダーラインとしては、3勝2敗というところですが、次のペンギン組対パミュファクでパミュファクが勝利するとペンギン組とパミュファクが、3勝2敗で並ぶという形になります。まあ、ただ得失点差でペンギン組が非常に有利ですので、かなりの大量得点差で勝たないとパミュファクは厳しいですかね。さあそのペンギン組対パミュパミュパミュファクターの試合始まります。30秒計測開始します。はい、では人生的に始めていきましょう。さあペンギン組対パミュパミュパミュファクター。さあパミュファクの方は大量得点で勝利しないと厳しい戦いですが、さあどんな手出してくるんでしょうか。さあ3-3-3-1ですね。やはり点を取りに来てますね。パミュファクの方シールドには振らず3-3-3-1で勝負をできましたが、さあ点差は1対2で1点リード。さあいいですね、パミファクの方が非常にアクティブですね。かなり攻撃の姿勢を出してきてますね。さあただ点差はなかなか広がらず、リードを許してしまっている展開です。しまってますね。8対4、4点差。さあまずは勝利していきたい。さあやはりペンギン組も非常に落ち着いてますね。さあシールド全て使い切った戦い方。さあこのまま試合終了、11対6でペンギン組の勝利です。実況は米君の勝利。さあ第2ブロックの方も対戦表を見てみましょう。こちらも1位が4勝0敗でレゼネンス、こちらもレゼネンスが決めてますかね。2位が、マックスファクターの3勝1敗、3位が昆虫採集の2勝2敗、4位がミニトール、こちらも2勝2敗という形で、こちらも、ボーダーラインが3勝2敗になりますね。さあ次の試合がレジェンス対ミニトールというところですので、ミニトールは、勝利が絶対条件という形ですね。さあレジェンス対ニトールという試合です。30秒と繰り返しです。では揃っているので始めたいと思います。いきますよ。さあ始まります、レジネス対ニトール。さあそれでは参りましょう。さあさあすでに決勝トーナメント進出を決めているレジネスに対して、この試合の勝利が絶対条件となるミニトール。さあミニトールとしてはできれば、大量得点で勝利を収めたいという試合です。
さあ点差は1対3、2点差ですね。さあここまでいいですね、ミニソール。さあ矢野選手のシールドを壊していきます。さあ矢野選手のシールド4に振ってますね。さあここの試合でシールド4に振られるとミニソールとしては辛いですね。さあ点数は残り20秒というところで5対7、2点差。さあちょっと2点差ではミニソールとしては厳しくなってきます。さあまずは勝利絶対条件ですので勝利はしておきたい。さあ残り5秒、さあ点差を点数積み重ねて、さあ6対9 3点差の勝利です。6対9でこの勝利、ミニソールの勝利です。おめでとうございます。さあ次は、獣侍対アレックスという試合です。作業チーム揃っていますので始めたいと思いますので行きましょう。さあ獣侍対アレックス試合開始です。さあいいですね、先制攻撃、片棒選手しっかり避け切りましたね。さあただここで KO を食らってしまいますが、さあ1点すぐ取り返しますね。1対1同点。さあやはりシールド破壊早いですね、アレックスの方は。さあただ点差は2対4、2点差。さあただ後半に向けてどんどん引き離していく展開になっていくと思いますが、獣侍は食らいついていきたい。さあ徐々に点差は広がってきます。さあ獣侍あと何点取れるか。さあ点を取られてしまいますが、さあもう1点取っていきたい。ここで終了、2対10、アレックスがこの試合を制して予選リーグ全勝で決勝トーナメント進出を決めてます。次の試合がファクター対昆虫採集。昆虫採集としては決勝トーナメントを行くために勝利が絶対条件、12点差をつけないといけないという非常に厳しい一戦ですが、どういう作戦で挑んでくるんでしょうか。さあマックスファクターとしては大量点差をつけられなければ上がれるということで、それを考慮した戦い方をしてくるんじゃないでしょうか。さあ試合開始です。さあマックスファクターの方は3322、2人補充対象は3331、2341というパラメータですね。さあ昆虫採集としては大量点を取っていかないといけない。さあここで山本選手がシールド、京子選手もシールド。さあここに来て2人してシールド張られるときついですね。さあ点差は現在4点。さあ後半大量得点獲得することができるでしょうか。昆虫採集、さあただ嫌ですね、ここのシールドは。さあ最後ゲーム選手もシールドをしっかり張ってきます。さあ東武選手も最後のシールドを張っていますね。あと逆転までできますね。さす
が待ってました。さあ、このまま逃げていけ。さあ、追いついた。さあ、第1点取ったね。さあ、見事マックスバスターが勝利で、この試合を制しました。この勝負で、このマックスバスターの勝利です。さあ第1ブロック最終戦ですね。糸は対元金保証。それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。さあ第1ブロック最終戦、糸は対元金保証。さあ最後の試合勝って終われるのはどっちのチームでしょうか。どっちもこのチームが果たす。さあ、糸は2人とも3331、元気保証の方が3331と2341というパラメーターです。さあ、今の元気保証の方はさあ、予約ヒット当てられましたね。さあ、点数は2対0。さあ、さすがにここはリトワーズ負けられないといったところでしょうか。さあ、点数は3対0。さあ、リトワーズのほぼ落ち着いた試合運びですね。4対1、3点差。さあ、元気保証、もう1点、3個で追加ですね。さあ、ここで試合終了。6対3で、この試合を糸和が制しています。はい、じゃあレッドサイドブラザーブラザーブルーサイドアヤマンジャパンの試合を始めていきます。さあ、予選リーグ最終戦です。レッドサイドブラザーブルーサイドがアヤマンジャパン。さあ、最後アヤマンジャパンどういう試合見せてくれるんでしょうか。さあ、間もなく始まります。はい、じゃあ次にレッドで始めていきます。それでは行きましょう。本日予選3位です。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ベストサイド、ブラザー対ブルーサイド、アヤマンジャパン。はいですね、たまたまご選手が2233とシールド役ですね。さあ、シールド2枚貼っていきました。さあ、ブラザーもやはりうまいですね。4枚抜き決めていきましたね。さあ、たまたま選手もシールドを最後出し切りました。さあ、後半戦残り40秒。さあ、アイマンジャパン何点取れるんでしょうか。さあ、もうたまたま選手はシールドないですけども、手を下に下げてましたが、さあ、あと2点くらい取りたいですね、アイマンジャパン。さあ、ブラザー攻撃が激しいですね。さあ、最後シールドを張ってしっかり逃げ切りました。9対1でブラザーの勝利です。はい、ということでこちらが予選リーグ最終結果です。第1ブロック1位通過がアレックス、2位通過がペンギン組、第2ブロックの1位通過が、失点差は同じなんですけど、直接対決の結果ですね。1位がレジデンス、2位が、マックスファクターという結果になっております。さあ、まもなく、決勝トーナメントが始まります。決勝トーナメントは、2セット選手の試合形式になります。
決勝トーナメント1試合目は第1ブロックの1位通過アレックス対第2ブロックの2位通過マックスファクターという対決です。さあ先ほど1セット目行ったんですけども、ちょうど生命選手のデバイス不調がありまして、再試合となっております。決勝トーナメント第1戦1セット目ですね。ここ最近の大会ではですね、やはり有利選手と生命選手はずっと優勝を飾ってきていますので、打倒アレックスというところが他のプレイヤーにとっても強く思いがあるんじゃないでしょうか。マックスファクターに関しても、非常に対策を練ってきていることと思います。それでは行きましょう。始まります。決勝トーナメント1戦目アレックス対マックスファクター、まずは第1セットです。さあどういう試合展開になるでしょうか。気になるパラメーターの方ですが、マックスファクターの方は3-3-2-2、予選リーグでも、ずっと使っていたパラメーターですね。アレックスの方は3-2-4-1と、3-3-3-1というややチャージに振ってきてますね。やはり、マックスファクターのシールド対策でしょうか。打点差は3-0で序盤制しているのはアレックス。さあ後半シールド展開をしていくところで、さあいかにマックスファクターが点取り勝ち取れるかというところですが、やはり壊すの早いですね。さあ点差広がって5-0。さあなかなか点取ることができないですね、マックスファクターの方は。さあ6-0。さあ2セット目に向けて何か活路を見出しておきたいマックスファクターですが、さあここで第1セット終了です。10-1でアレックスが第1セットを制しました。アレックスの勝利です。さあそれではその試合を始めたいと思います。日本ペレス行きましょう。さあアレックス対バッター2セット目です。さあパラメーターは翔吾選手が2-2-2-4と、イエモン選手は3-3-3-1という戦い方を変えてきてますね。さあ点差は1-1。さあやはり4人翔吾選手のシールドが硬いですね。さあ1点リード。さあ3枚目早くも展開。さあただ有利選手チャージ4ですので、しっかり対策はできると思います。さあ残り30秒というところでシールドが壊されました。さあ1点リードをマックスファクターは保つことができるか。さあ残り20秒。さあここからマックスファクター勝負ですね。さあ逃げ切れるか。さあ残りが間もなく10秒。さあ追いついた。さあただすぐ取り返す。さあマックスファクター残り5秒耐えられるか。さあただ追いつかれてしまう。さあここで追いつかれてしまいました。さあパラメーター的には非常に不利なマックスファクターですが、次の1点取ることができるか。さあシールドを展開して、チャージの余裕を取って、さあ攻撃。さあ耐えられるかマックスファクター。さあ有利選手が1枚、生命選手も1枚。さ
さあ、ただ取ったのは、ただ取ったのはレッドサイドアレックスです。セットカウント2対0で、ということで決勝進出、接戦を制したアレックスが決勝進出です。いやー、マックスアフター惜しかったですね。ありがとうございます。両チームともに次は決勝トーナメント2戦目です。第1ブロック2位通過のペンギン組対第2ブロック1位通過のレジネンスという対決です。レジネンスの方はチーム名変わりましたね。今だけレジネンス、分かりやすいですね。さあ、それでは行きましょう。準決勝1本目、さあ決勝トーナメント2戦目、ペンギン組対レジネンス、1セット目開始です。さあ、非常に五十嵐選手動き激しいですね。さあ、ただ点を取っていくのはペンギン組ですね。2対0。さあ、シールドをしっかり展開しながら戦っていきます。さあ、さらにポイントが動いています。さあ、ブロックからはペッドクリッシュ。さあ、点差残り50秒ということで4対2、2点差。さあ、5対2、3点差。さあ、パラメータの方がシャー選手がシールド2ですね。今回はレジェンスの方はヤナ選手もシールドには振らず攻撃していくパラメーターですね。さあ、なかなかちょっとうまくいってないでしょうか。さあ、残り20秒といったところで7対3、点差は4点。さあ、ペンギン組の方はシールドを使い果たして、さあ、残り10秒、4点差。さあ、このまま試合は終了、9対5、4点差で、セット目を取ったのはペンギン組です。さあ、第1セットはペンギン組が勝利しておりますが、第1セット、ちょっと試合パラメータを変えてきた矢野選手が、第2セットはどういうパラメータにしてくるのか注目ですね。それでは飛んでいきましょう。ペンギン組対レジェネス第2セットです。さあ、矢野選手シールド張ってきましたね。シールドはかなりパラメータしてますね。2-3-2-3というパラメータです。一方ペンギン組シャー選手が 2-3-3-2 で取ってきております。さあ、やはりレジェネスシールドをうまく使いながら点を重ねてきました。ただすぐ、ペンギン組も追いついて3-3。さあ、拮抗した試合展開ですが、さあ、次の1点どっちに入るのか。さあ、ペンギン組に入りました。残り40秒後半戦。さあ、追いついたレジェネス。さあ、ヤナ選手はもうシールドは、これは最後ですね。最後のシールドを展開して2点ビハインド。残り20秒追いつくことができるか。選手点取れるか。さあ、残り10秒、2点差。さあ、まだ追いつける。さあ、ただ次の1点入ったのはペンギン組、2連勝で決勝に進んだのはペンギン組です。決勝進出はペンギン組、おめでとうございます。さあ、それでは3位決定戦が始まります。3位決定戦、レッドサイドはマックスファクター、ブルーサイドがレジェネンス。
さあマックス・ファクター対レジェネスですが、予選リーグでは4対3で、レジェネスが勝ってますね、まあ、非常に実力が拮抗している2チームですね。さあ始まります、3位決定戦、マックス・ファクター対レジェネス、まずは1本目です。さあ、柳選手がシールド貼っていきましたね。さあ、マックス・ファクターは 3-3-2-2 というパラメーター、柳選手は 2-3-3-2、 五十嵐選手は 3-3-3-1 となっております。さあ、マックス・ファクターは本日多用しているパラメーターで挑んできてますね。さあ、しかし点数は1対2、あ、それを打ちました、2対2。さあ、2枚目シールド貼りますが、翔吾選手が、さあ、今シールド貼れました。さあ、接戦ですね、残り30秒で3対3。さあ、家本選手最後のシールド。さあ、翔吾選手もこれは最後ですかね。さあ、柳選手もこれは出し切ってる形で、翔吾選手があと1枚残ってますね。さあ、残り10秒。さあ、シールド1枚残しているマックス・ファクターが有利か。さあ、レジェネスは2点もぎ取れるか。さあ、とりあえずここで終了。さあ、3位決定戦1セット目制したのは5対3でマックス・ファクターです。さあ、それではデバイスを起動いたします。3位決定戦2本目にしたいと思います。さあ、3位決定戦マックス・ファクター対レジェネス2セット目です。さあ、家本選手が前に出てきましたが、さあ、柳選手シールド。さあ、ステータスは両チーム変えてきてますね。マックス・ファクターが 3-3-3-1-2-2-2-4、 レジェネスの方は、柳選手今回はシールドには振らずという形ですね。さあ、翔吾選手がもっとシールド張れなかったですね。さあ、序盤制しているのはレジェネスですね。さあ、後半戦どういう試合展開になるか。さあ、翔吾選手がなかなかシールド張れないですね。張ろうと思うとちょっと打たれてしまうような。さあ、ここで張りました。さあ、後半マックス・ファクターは追いつくことができるか。さあ、2枚3枚目ですかね、翔吾選手シールド張っていきます。さあ、翔吾選手はこれ2枚目です。さあ、3枚目張っていきました。3点差。さあ、追いつけるか。さあ、ちょっと厳しいか。さあ、ここで2セット目取り返したのはレジェネス。それではラスト行きたいと思います。参りましょう。さあ、3位決定戦マックス・ファクター対レジェネス最終セットです。さあ、この試合に勝利した方が3位、賞金1万円ゲットです。さあ、先制点はマックス・ファクター。さあ、マックス・ファクターは元に戻してきましたね。 3-3-2-2 という2人。一方、レジェネス 2-3-4-1-3-2-4-1 と、2セット目に勝ったやつと同じような戦い方ですね。さあ、序盤点差リードを広げたのマックス・ファクターですね。5対2、3点差。さあ、まだマックス・ファクターはシールド使ってきてないですね。さあ、後半ここでシールド展開。翔吾選手もシールドを出していきます。さあ、3点差をこの後半シールド出してくるマックス・ファクター相手に詰めることができるか。さあ、かなり劣勢のレジデンス。さあ、残り20秒。さあ、これはちょっとうまいですね、マックス・ファクター序盤を制したのがかなり効いてますね。
さあ翔吾選手は残り1枚あります。さあここで試合終了、11対4で見事3位に輝いたのはマックパッカーです。この勝負、6歳のマックパッカーの勝負ということで、最後はマックスパッカー、ありがとうございます。さあ間もなく決勝戦が始まります。決勝まで勝ち上がってきたのはレッドサイドアレックス、ブルーサイドペンギン組という2組です。さあビギナーズカップの王者アレックスに対してペンギン組が挑戦権を得た格好ですが、果たしてアレックスの牙城を崩すことができるんでしょうか。さあそれではチームを始めたいと思います。決勝戦まず1本目です。参りましょう。さあ始まります決勝戦、まずは第1セットアレックス対ペンギン組、ファイト試合開始です。さあパラメーターはシャー選手が2-3-3-2ね、えセイメイ選手がややチャージしていて3-2-4-1。さあ点差広げますね、1対3でペンギン組1対5、そうですね1対5、4点差まで広げていきます。さあ後半どういう展開になるんでしょうか。アレックス、さあ残り間もなく40秒というところで未だに点差は6点。さあ徐々に点差を詰めていきますが、ペンギン組の方もうシールド残り枚数がほぼない中でこの点差をキープすることができるか。さあ残り20秒切って、さあ5対10 5点差。さあこれはちょっと予想外の展開ですね。さあこれで1本目を落としたのはペンギン組です。さあ面白くなってきました決勝戦。さあ間もなく決勝戦2本目が始まります。2本目も取ってペンギン組が見事優勝に輝くのか、アレックスが最終セットまでもつれ込むのか。さあアレックス対ペンギン組第1セット試合開始です。さあ先制点はアレックス、さあ2本練習してます。さあペンギン組の方は第1セットと同じように、シャー選手がシールド2ですね。さあただ序盤制しているのはアレックス。さあ徐々に点差を詰めていきます。さあ残り40秒後半戦。さあうまくシャー選手のシールドを使いながら点差詰めていきたい。さあ残り30秒7対4、3点差。さあアレックスもさすが強いですね。さあ残り20秒点差広がって5点差です。さあここからシールドなくなってきたからが勝負ですね。さあこのまま点差は詰められず9対6、2本目取ったのはアレックスです。これでセットカウント1対1、優勝の行方は第3セットにも連れ込みます。さあ間もなく始まります決勝戦最終セット。それではこのセットに勝利したチームが最後の試合いきましょう。ビギナーズカップシャープ4優勝となります。
さあアレックス VS ペンギン組、最終決闘試合開始です。さあ序盤の攻防を制するのどちらでしょうか。さあシャー選手が今回も 2-3-3-2 という選択。さあ先制点はアレックス。さあただ点差は広がらずですね、1対1同点で序盤の攻防戦。さあ取り合って2対2。さあ優勝の行方は後半戦40秒で決まります。さあ1点差したのはアレックス。さあシャー選手のシールと展開している間に追いつきたい。さあ点差徐々に広がって3点4点。さあ残り20秒巻き返すことができるか。さあ点差は2点。さあ1点差。さあ残り間もなく10秒で1点差を追いつくことができるか。さあ最後シールドを展開していきますか。追いつけるか。さあ追いついた。さあ追いつきました。これはすごいですね。最後残り1秒というところで同点。さあ優勝の次の1点を取った方になります。アレックス対ペンギン組。さあシールド展開していくアレックス。さあ取った。取ったのはペンギン組。見事最終セットオーバータイムマッチを制したのはペンギン組です。すごい試合でした。おめでとうございます。一位ペンギン組です。
拍手をお願いします。はい、というわけで、見事ビギナーズカップシャープ4を制したのは演技組でした。いや、すごい最後の決勝戦は見事でありましたね。素晴らしい試合でした。はい、それでは今日はこちらで終わりです。また次の大会でお会いしましょう。さよなら。